どうも、ゆうさです。はい、ちょっと長い動画になると思います。お付き合いください。まずは天下一武道会の結果をちょっとお知らせしたいと思います。今回ちょっと頑張ったんですよ。まあ、ちょっと頑張って、まあ、フレンドさんとかだったら気づいておられるかもわかんないですけど、私なりに頑張りまして、で一応ランキング総合が49,875位という、奇跡的にギリギリ5万以内に滑り込みました。はい、かなりギリギリで、ローカルが9位、結構すごくない？まあ23回入賞ぐらいなんですけど、その全然 やれてないんですけど、やってる方に比べたら。でも一応9位になりました、こっちは。で、いろいろもらって、まあ、いろいろ、SSR 確定とかももらったので、この動画で全部一気に引いていきたいと思います。ただ、100% シングルばっかりなので、もう、時間かかると思うんで、まあ、ゆっくりお付き合いください。まずはこのデイリーから、デイリーもせっかくなんで引いていきますね。何回か SSR 出てるんですけど、3回ぐらい出たかな。デイリーは。ちょっとここ最近出てない感じ。はい、いらない、ドクターゲロー。結構出ますよね。そこそこ出る印象。7個ぐらい飛んだ時があって、その時は出ましたね、さすがに。うわ、熱くない ?4 つで黒髪って熱くない？どうなん？割れろ！来ない。クンのやつね。クンの時のナッパ。はい、テカテカのナッパ。今出ませんと。はい、次行きましょうか。じゃあ、ちなみにですけど、石ももう256個ですよ。超溜まりました。すぐ溜まりますね、本当に。どうしよう。先にまあ、じゃあ少年編から行きましょうか。少年編は18枚もある。時間かかるな。まずはシルバーから。これ3回ですね。右からサタン。でも少年編一番欲しいのは、ブルー将軍です。ちなみに。未だに持ってないし、ブルー将軍が欲しい。お？ヤムチャ。ヤムチャです。ディフェンス低下。さあ、どんどん行こう。これ一気に引かせて欲しいですよね。でも本当言うと、右からサタン。あれ7つ、ポッド7つとかは確定なんかな？絶対めっちゃ熱いと思うんですけど、ポッド7つとか。出た出た。アックマン。アックマン2個目よ、これ。密かにアックマン2個目。よし。3。一気に蹴りつけてやる。一気に蹴りつけてやる。そんな熱ないねんな。おお！おお！来た！はあ！来た！神様！やった！やった！ SSR 来た！竜神鋼弾やって。嬉しい！すげえ！全員の、味方全員のアタックとディフェンス 15% アップ。いいやん。出るんや。出るんや。できれば若い時の神、マジュニアとかの方が良かったけど、ジジイやもん、完全に。戦う感じのイメージないっすけどね、神様。いつも汗かいてるイメージですけど、下見て。あー、ブルマ。このブルマは持ってない。いいですね。いいですね。健康的で。こんな格好してたっけ？最後の、エンディングのところとかではやってたような気がするけど、エンディングとかオープニングでは。本編ではあんな格好してないですね。ああ、ヤムチャです。まあ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 。まあ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 。まあ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 。やっぱ出るな。でも R 来ないっすね。全然 R が来ない。って言ってたら来るな、これ。ミイラ君やろ、どうせ。違う。ああ、もうどうせ。バクテリアンかミイラ君なんですよ。
大概もうどっちかですから。たまにチャパオが紛れ込んでくる。1、2、3、4、4個。4個。ホッド4。5以上が熱いと思うよな。ウーロン。ギャルのパンティー、おー、クレーの時のウーロン。やっぱ少年編はいいっすね。なんか思い出のあるやつが多いからいいね。1個持ってますけどね、これいいね。ランチさん、こいつあの通常冒険時に出会うと嬉しいんですよね。秘宝いっぱいもらえる。さあ R かな。悟空の大猿欲しいな。チャパオ出た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 。チャパオ、チャパオとミスターサタンでどっちが強いんやろ。やっぱチャパオなんかな。ミスターサタンと言うても同じような位置取りですからね。一応ミスターサタンもチャンピオンなわけやから、チャパオと近い感じ、戦わせてみたいけど。ブルマかわいい、ちょっとロリっぽい感じの顔ですけどね。いいね。ブルマ引くね。これでブルマコンプしたんじゃないかな。ただ戦うゲームでブルマを使うっていうのはちょっとあれなんですけど、実際の R のブルマはめっちゃ使えますからね。あのノーマルから出るやつ、あれは気絶狙えるんで。ブラック、SSR もう一個欲しいな。もう一個なんか引けへんかな。はっ、右からサタン。なんか右からサタンはほんま寒いイメージやな。バニー可愛い、これがやっぱ一番可愛い。ロケットランチャー必殺技封じ、しかも結構使えるやつということでね。右からサタン、レインボー、まあ、SR は確定。配給券の時や。配給券すごいな、すごいの持ってきたな。なんでまたこれやねん。よいしょ。あー、これはあかんね。これは R ですね。さすがに。はい、バクテリアン。ミイラくんが来ないな。ミイラくんが全く来ない。ミイラくんのスキル上げしたいんやけどな。4。黒髪。行くか？行くか？割れるか？割れない。おい！バクテリアン。4のギリ。4のギリのところに。おるやつ。サタン、右サタン、右サタンは寒い。あ、紫さんや。いや、これちょっと欲しかったんすよ。持ってなかったよね。これ必殺技封じ、即属性の必殺技封じ全然いないんで、こいつと多分あのなんか気持ち悪い竜だけ。見た目はまだ紫さんの方がマシですよね。いや、ブルー出んなー。ブルー将軍出ない。紫さん。いや、ブルー将軍呼んでくれ。まあ、流れは来てるよ。レッドリボン軍。流れは来てますよ。レッドリボンで。多分ブルーは SR。でも SSR でもいいぐらいですよね。性能的には。ブルー来てくれ。お？ムタイト様。ムタイト様。ムタイト。必殺技封じ。なんか緑とかは結構豊富ですよね。青はほんとないから。未だにブルーが来ない。18回、21回引いてブルーかな？バクテリア。だいぶ被ってきたな。あと2枚。SSR もやっぱ出ないっすね。
相当神様引きよかったんかな、嬉しいけど。よりによってなんで神様なんやということはあるけど。ああ、ブラック。いや、流れ来てるよ。ブラックからの、ラスト、ラスト。ブラックからの、コントに行こう。よし !SR。来るんじゃないか、来るんじゃないか、お願い。あー、バニーブルマ。可愛いから許すか。可愛いから許しましょうか。はい、ということで、こっちは終了。さあ、次は SSR 確定ガチャ行きましょう。これが 1,2,3 の12個。12個ももらえる。すげー。大盤振る舞いすぎますね。で、一応ピックアップで、この、天界寺武道会の昔、景品になったやつがこうおるってことなんですよね。一回最初にもらったチケット使っちゃってて、一回だけやったらこれが出ました。ビルス。即属性のビルスが出ましたね。ただ、ピックアップ以外も出るみたいなので、一応、こっちを、この出現キャラ一覧を見たら。なので、ピックアップ以外も欲しい。ちなみに、ビジュアル的にはこれめちゃくちゃ好きなんで、これ欲しいです。この悟空は。ビジュアル的には最強に好きなんで。では行きましょう。すげえ。ここからはもう SSR 確定の時のパターンが見れるってことよ。ホッドミッツ。スーパーサイズになる。さあ何が起こる？素の状態かな、これ。おー。これ出たら嬉しいパターンのやつですね、これ。PP もならない。ご飯。圧倒的な潜在能力。青年期のご飯。気絶なんや、こいつ。力。敵が3体以上いると気力プラス3か。おー。なるほど。まあ、被りそうですね。ここはもうピックアップ出まくると思うんで、結構被ると思いますけど。ホッド3つか。できればピックアップ外から飛んできてほしいっていう気持ちがある。おお、おだれや、やったー、嬉しい、嬉しい、これは嬉しい、やったー、おだれ好きなんで、少年編のおだれではないけど、少年編は多分即属性なんで、だから敵が2体以上という、明らかに使いにくいスキルなんですよ、パッシブなんですよね。ああ、やはりサタン出るならやっぱ左、SSR の可能性としてはやっぱ左の方が熱いよな。あー、バーダック。即属性バーダック。まあ、嬉しいですね。即属性は嬉しいね。よしよし。威力ゲージを補充できるやつね。嬉しい嬉しい。1、2、3。3多いな。蹴りつけてやる。たら、確定数全然出ないっすね。翼字3にもならず。お？海洋剣。いいねー。いいねー。3倍海洋剣カメハメハ。決死の切り札孫悟空。海洋剣。力気玉を虹気玉に変化させる。あー、なるほど。力を虹にするんや。あ、虹にするってポイントやな。タイにするわけじゃないんですね。5個。通常ガチャだったら嬉しいパターンです、5個はね。ちょっと来たかみたいな。熱いんじゃないのっていう。おー。起こった時の。スーパーサイズ2、孫悟飯。これもピックアップですよね。親子カメハメハ、速と技属性の記録プラス2か。あははは。オッケーオッケー。いいよ。でも被りなくいってますね。おお。全然被らない。来た！来た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 。これはパリン来るよ。俺は怒ったぞーで来るかな？バイバイみんな。バーダック。いらない。
まあいいけどいいけど、まあまあまあ、スキル上げに使った方がいいのか、覚醒するために置いといた方がいいのか、どうなんやろ。やっぱもう基本的に SSR 被ったら覚醒のために置いといた方がいいんすかね。うおー、来た。出るんすけど、出るのは当たり前なんで。4体まで置いといた方がいいのかな。いいじゃない。うん、かっこ、まあ、かっこいいけど、ちょっとテカテカ絵のやつなんよな。なんか音がちょっとずれてますね。ずれてるけど、そのままいくか。ちょっと音ずれしてますが、すいません。もう、ロック、もう、熱い。は。超音ずれしてる。これは悟空なんや。GT の悟空。はあ、はあははあ、まあまあ、かぶってないんで。飛力メーター7以上でアタック4000アップ。ああ、いいんじゃない ?GT と臨戦体制のリンクがあると。はい。ちょっと音ずれてますけど、いきますよ、このまま。あ、珍しい。右側サタンです。はい。またか。どうなんかな、バーダック。っていうか、あの、欲しいやつが手に入らない。あの、一番かっこいい絵の悟空来てくれ。え、なんも来ない。演出なし。珍しいですね。非常に珍しいですね。いらん。一番いらん、これ。なんかいらん。もうなんかかっこ悪いねんな、これ。ファイナルフラッシュ。なんかかっこ悪いんですよ、この絵。すげえな。だいぶ枠開けといたつもりですけど、すごい回数やってるんやな。7個。レインボー、もう、すごい、黄金パターンですね。黄金パターン。はい。こいつも3枚目かな。出ねえ。悟空出ねえ。マジか。悟空欲しかったよ。おい。レインボー。よし。最後は確定演出。最後は確定演出。来た。サンキュードラゴンボール。お前かい!ハリネズミ。はいと。ということで、入試順で見ていきましょうか。反省会ですね。SSR で、ピックアップ外から飛んできたのは1体のみですね。で、ちょっと嬉しい、この大猿。で、あとは、まあ、ピックアップから出てきてて、結局、かぶりで、まあまあ、何種類出たの ?1、2、3、4、5、6種類。悟空、大猿悟空入れて7種類。で、さらに、これ嬉しかったですね。これ。天上の神。神様。が、神様合わせて、これだけ一応 SSR が出ました。はい。ということで、こんな感じで、私の天界寺武道会終了です。まあ、次もがっつりやれるかわかんないですけど、まあ、今回みたいな、なんかあの、敵の強さが変わるようなシステム。あれはまあ、ある程度飽きずに途中までやれていいですね。はい。ということで見ていただいてありがとうございました。長々とガチャさせていただいてすいません。皆さんも頑張って引いてみてください。では。